ソハヤの若い衆はわしをそう呼んだ。あやかしの女と出会ったあの日まではわしはあやかしを滅ぼすソハヤの刀を打ち砕き、それまでの名も捨てた。刀の与える不死の魂なぞ消し、共に誓ったは神妖が融和して暮らせるよう。霊石を集め、よこしまな者の悪用を防ぐは、その誓いを果たすため。私を斬ろうとは皮肉なものよ。道山様、ダメだったか。そう、後で払ってもらう。尾張はここ美濃から南に下ったとこにある織田家の国だ。当主は信長様、最近勢力を伸ばしている新鋭の若い大名らしい。しかしな、この信長様はうつけだって噂もある。まあ、どっちにしろ道山様が娘を預けるほどの男だ。物おじしても始まらん。行こう、秀之進。
美濃より落ち延びてまいりました商人の藤吉郎と申します。隣は仲間の秀の秀千代。この度は拝謁をお許しください。誠に恐悦にございます。うぬは半妖か。よく顔を見せよ。うん、初めて見る光じゃ面白い。お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。お別れ感謝いたします。おい知って、父の最後はいかようであった。マムシらしゅう毒をまき散らし、立派にいかれたのであろう。